王人向けのパーソナルコンピュータのシリーズである。前身は IBM PC シリーズ、後継はシンクセンター。IBM は1995年よりネットワークセントリックコンピューティングを提唱した。1990年代の類似のネーミングを持つ製品には IBM ネットワークプリンター12、17、24などがある。ネットビスタは IBM PC シリーズの IBM PC300、700シリーズの後継だが、700シリーズでは一部残っていた MCA 搭載モデルは消え、Pentium や PCI 搭載の一般的な PC となった。このため、IBM PS2 で強めた独自路線から IBM PC 以来のオープン路線に完全復帰した形となった。 ネットビスタでの特徴として、モデルにより、上部への排熱、セキュリティチップ内蔵、小スペースモデル設定などがされた。主なモデルは、以下がある。IBM ネットワークプリンター12、IBM ネットワークプリンター17、IBM ネットワークプリンター24。ありがとうございます。